ラストを描いていたら首とか肩が凝ることってありますよね。そんな状態で放置し続けるとどうなるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。皆さんこんにちは、モップです。今回はイラストを描き続けた結果、僕の体に起きた異変について紹介していきたいと思います。実は今年に入って YouTube の投稿頻度が下がっているのは少し忙しかったのもあるのですが、体調がずっと良くなかったということもあります。ちなみに内容的には少し改善したというポジティブなものなので、今回の動画を見ていただき少しでも皆さんの体調管理の役に立てたら幸いです。ちなみに僕は小中高イラスト芸術全く興味なし、イラストの練習を始めたのは20歳頃で、当時の画力はこのくらいでした。最近のイラストはこんな感じです。このチャンネルでは僕が初心者から独学で上達する上で学んだことなどについて発信していきます。早速本題に入っていきます。1. 描き続けた結果。まずは今年の不調について紹介していきたいのですが、今年の3月頃からずっと体調が悪く、なんとなく内臓の調子が悪いような感じがあったり、謎の発熱があったりして長時間イラストを描くことができなくなっていました。しかし病院に行っても原因がわからず、健康診断などでも異常はありませんでした。そこでもしかしたら猫背が原因なのではないかと思い、思い切って猫背矯正整体に行ってみることにしました。そしたら驚きの事実が発覚しました。もともと僕は整体は通うのが面倒なので極力行きたくないなと考えているタイプなのですが、あまりに調子が悪いのでリフレッシュがてら行ってみたのですが、そこでは自分の体のバランスを測ってくれるアプリがあったのでやってみました。その結果がこちらです。これは僕の体のシルエットになるのですが、なんか全体的に前傾姿勢になっているのがわかると思います。一番やばいのが頭の位置で、通常の人であれば足の真上の位置に頭があるはずなのですが、僕は足のつま先くらいの位置に頭がありました。数値にすると耳の位置が正常な人よりも11センチほど前に出ていたそうです。整体の先生もここまでずれている人はそんなにいないということでした。この僕の猫背の原因は主に2つあります。1つは当然ながら長時間の座り作業です。昇降デスクをまだ導入できていないので、イラストを描くときは座りっぱなしなので必然的に前傾姿勢になってしまいます。基本的に僕はインドア派なので座りっぱなしでいることが多いことも影響しています。ちなみに1日8時間以上座りっぱなしだとかなり寿命に悪いらしいので気をつけたいところです。もう一つの理由としては猫背が悪いとは思っていなかったということもあります。僕はオタクなので猫背キャラがかっこいいなとすら思っていました。デスノートの L とか猫背でだるそうにしているけれどめちゃくちゃ強いみたいなキャラに憧れを感じていたため、わざと猫背っぽく過ごしていた時期もあります。それはさておき、あまりに体調が悪い日が続いたので思い切って猫背矯正整体に通うことにしました。月に4回通って少し高いのですが、月2万円かける3ヶ月のコースにしました。その3ヶ月後の体のシルエットがこちらです。足の位置に対して頭の位置がほぼ真上に来るようになっているのがわかると思います。ちなみに首のズレは11センチから5センチくらいまで改善されました。整体の先生曰く、元のストレートネックがひどいのでこれ以上の改善はあまり望めないということでした。宣伝ではないのでどこの整体に通ったかはお伝えしませんが、矯正して変わったことについていくつか紹介していきたいと思います。まず一つはあばらがつかめるようになったということです。これは僕以外の人間はみんなつかめるみたいだったのですが、僕は肩が内側に巻きすぎていて、体のパーツが内側に寄りすぎて触ってもほとんどあばらのラインをつかむことができませんでした。こちらの図で言うと赤いラインの部分です。格別に太っているわけでもないのにあばらがつかめないという人はひどい猫背の可能性もあるので気をつけてみてください。次に、寝転んだ時に肩が地面につくということです。これも多くの人にとっては当たり前かもしれませんが、猫背が広すぎて仰向けに寝転んでも背中の部分は地面につくものの、肩は浮いている状態でした。これも猫背をチェックする簡単な方法なのでぜひ試してみてください。その他かなり良かった点としては、呼吸が楽になったということです。猫背だと息を深く吸うことができないみたいなのですが、それが改善されて深く呼吸をすることができるようになりました。また当然ですが肩こりもだいぶ改善されました。今まで猫背を放置してきましたが、ついに限界が来たので猫背の矯正を行わざるを得なかったという話でした。イラストとは直接関係ないかもしれませんが、最近はイラストを描くためにも健康に気をつけないといけないなと真剣に考えています。今年はほぼ体を壊したり直したりするのに時間を取られてしまったので、来年以降は少しでも健康に生きていきたいと思います。ということで今回の動画の終わりの言葉です。健康第一ということでした。
ちなみに僕は昔は腰もやばかったのですが、腰に関してはちょっといい椅子を購入することでなんとか健康な状態を維持しています。皆さんもイラストを描いていて悪くなってしまった体の部分や、それを改善するのに役立ったことなどがあればぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルでは初心者からの独学でのイラスト上達に関連する情報を発信しています。質問や感想などがありましたらぜひコメント欄で教えてください。また高評価やチャンネル登録などいただけましたら幸いです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。